さんにはいつも心配かけちゃってるな。ごはんちゃん、気分。気分転換はできたのか？よし、じゃあし、早く帰って。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、気づかないよ。大変なことになったな、フリーザ。ああ、貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消す。奴らは、スカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。こっちに降りた。ま、やっぱりいいか、貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づく。近づいていだったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。はっきり言ってやろうか。これで地球また奴と戦うことになるとはな。また奴と戦うことになるとはな。カカロットの野郎、なぜとどめを刺さなかった。今は勝手にみんなから離れるとまずいよね。遠くに行っちゃダメだよね。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。とにかく近づくぞ、歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。
少ない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、くたばれ。くたばるのはそっちだ。はい、行きます。はあ、逃げた、逃げた。そんな姿にまでなり果てて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。逃げた。お前たちは一瞬で僕に殺される。分かっているんだ。まだまだ。ほっ、ほっ、ほっ。はぁ、逃げた。死んでる場合じゃないぞ。しけろ。逃げた。バカな。
キュキュ、二つとも消えた。一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。スーパーサイヤ人だと、そんなバカな。気を抜くなよ。何やってくるかわからないから。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なこのすぐ近くで。どうする。行ってやる。悪い人には見えないけど。はっ。どうしてお父さんのこと知ってるんですか。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間。それはフリーザを。すみません。名前は。それも言えない。年は10。年齢は言えるんだ。すみません、年齢。ふーん、まあいい。孫悟空さんがと。そろそろ到着するはずです。お父さん、どうやってオラのことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ。この子知らないって。全然。ああ、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ。すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に。孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと。そりゃいいけんど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。さて、話聞かせてもらおうかな。孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることが。今ここで。わかった。これでいいのか。で、じゃあ僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。
僕もフリーザを圧倒できたのですが、おめえが本気じゃねえかさ。どういうこと？あなたが地球にもっと早く帰ってきていれば。ですが、無理だったようですね。そうと思いますよ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。瞬間移動？歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、あなたにはこれからお話し。分かった。この時代の僕は、名前はトランクス。似てる。今から2年でも、今のこの南の都、何者だ、作り上げたレッドリボン。そうです。ああ、あの時。それが何のため。よくは分かり、しかしつまり相手は二人。待てよ。いません。3年後のかろうじてあなたも知って。誰も生き年月をかす。よすぎる。待て。あなたはめくそと。そりゃ怖。なるほど。あなたは症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後。本当か。本当は母さんも。はい。そういう、まさか。はい。ドサッ。あの、下手をすると。ではまたタイムマシンの模試。生きろよ。いいも。だって困ったな。みんなが、おい悟空、あいつ飛んでったみたい。自分の。おい。え？貴様が。え？
俺の超心配するろくなし。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはさすがに3年後歴史にさ、まさかレ、しかしオラもカカロット、教えろ貴様、ナメック星でどうやって。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。あ、オラも そいつ乗ってギニューたちは。なるほど、あ、仲良くなってさ。貴様のことだ、奴らは近い。あったり、時間がなくて教えてもらった技、瞬間移動つっても、移動そこがちょっと、いや、あんた、よし、ではみんな 3年後の午後1時間前、言っておくが足でまとい、カカロット、スーパーサイヤ人ナンバー。本当に、よし、そうだピッコロ、いいだ、やったんじゃ。おう、ねえお父さん、一度、そうだな、ピッコロ、構わんが。司教か、ワクワクしてきたぞ。俺は手加減せんぞ。俺も戦う。あ、帰ってきた。俺も来る。ありがとうな。本当にお前のヤムちゃん。俺は遠慮するよ。正直言って。ねえねえ。あんたね、大変なことになりましたね。父、ただいま、お母さん。ここ当たり前じゃねえか。まったく、それに いや、はあ、まあいい加減にしてけね。冗談じゃねえ、悟空さ。ダメだ、ダメ、当たり前。さあ、仕方ねえだ、父。だけんどさ、スーパーサイ、よし、悟空よ、聞こえ、この声、よく、早速で、みんなに、みんなに、あ、わかった。ん、ピッコロ、おめたち、何、そっか、でも、ピッコロと、大丈夫か、そら、一体、任せておく、神様の大事な話か、なんだろうな。
神様の大事な話か。なんだろうな。よかろう。またな。よかろう。またな。神様の大事な話か。なんだろうな。よし、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。よっ、神様。待って。うん。線路の調子で。いや。な。あくまでよ。わかった、うん、よく考えかったよ。もっと黒たちはあっちか。やじろべえ、オラを呼んだっちゅうことは、なんだ頼み。センザリン様、それにゃ、それ集めんの。オラを、おりは忙しいの。どう見ても暇す。うどうせ先自分でさ。それもそうか。はい、これよ、よ。てなわけで、肥料は、場所も、このと、肥料は、わかった。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。Thank you.
ジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。おい、こりゃカリン様から。寝てんかな。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。ジロベのやつ、いつもここで何やってんだろうな。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。こいつは、矢印、はい、修行って感じでもねえしな。すんげえうまそうなもんみっけ。ああ見えてヤジロベエのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。ん？おめえ、もっと強くなるんだけどなあいつ。なるほど。
あったあった。よし。よし。よし。まあ、こんなもんかな。よっしゃー、釣れた釣れた。よっ。いいもん手に入ったな。すんげーうまそうなもん見っけ。よし、これで。取ってきたぞ。やってくれると死んじゃって待ってる。
頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカも、それは悟空が取る。楽ばかりしようとし、おい、瞑想しておる。まったどんなし、そりゃあにゃともあれ、またせん。あ、遅くなっちゃう。ピッコロたちんとこへ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、お父さん。わりわり。おし、それじゃ二人ま。二人まと。ご飯、本気でやるぞ。はい。おめえたちの力、見せてもらうぞ。いいぞ。やるじゃねえかおめえら。まだまだ行くぞ。ご飯。はい。Thank you.
ガキの…だな、ここにいる…使えんガキ…もしかしたらお父さん…今度は3年後…はい、そういえば…ベジータの…なに…奴が修行したあんなものをつ…あの女の親父はどこだ。Thank you.
球人の町ではまともな方か。この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。そこか。ここにいたか。なんじゃ。前に頼んでいた。だいたい材料だ。そりゃ生半可だ。回りくどい。必要な材。まあ、そういう。集めてきた。と必要。見てろよカカロット、貴様以上に。おお、うまそうじゃないか。スーパーサイヤ人。これは悪くない。カカロットに負けっぱなしな今のありさまは俺にとって何よりの屈辱だ。強くなるなら何だってやってやる。なあ、すまんね。そうじゃな、どうかね。
これか。雑魚どもが。パワーが湧き出してくる。
命。なんだ貴様。お前そうか。バカが。消えやがれ。これなら食ってやってもいいな。
無駄な時間を使わせやがって。取ってきたぞ。これでも材料さえ。さあできたぞ。カカロットのやつはならば俺は300枚の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃたかがやつの3倍だ。ベジータのやつ、くっす。ちょっとベジータ、何してんのよ。あっそう。なぜだ、なぜ俺はやつに勝てない。俺はサイヤ人の。まったく、呆れた。その様子いっそソン。そんなことをす。じゃあなんだと。トレーニングよ。ふざけるな。サイヤ人の王子ベジータ様、あと私を。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロット。貴様のような出来損ないが。あの女。覚悟しやがれ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 。
マリック砲が覚悟しやがれ。俺は俺を超える。カカロットを。あら貴様もっとだ。お前がちょっと俺が強い。それで文句はなかろうブルマ。あら俺は見ている。今帰ったぞ。ただいま。いや悟空さん、どうした父。腹が、たまにはだったら子供俺がだったら二人とも、なぜ俺まで。こんなでけえ町だと迷っちまいそうだ。次の。はい、それでは。孫悟空。よし、わかった。大丈夫。安全運転で頼むよ。さて、見てやっていくか。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。これならいけんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。わわわわわ、こいつは気持ちいいや。もうちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。わわわわわ、こいつは気持ちいいや。
全運転で頼むぞ。俺なら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。全運転で頼むぞ。わわわわ、ヒヤホー。うし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。わわわわ、こいつは気持ちいいや。俺なら行けんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。どんなもんで。よし。ななちょちょちょ、安全に。そんな俺はそう望むと。なんですか。行くぞ。そい。帰ったぞ、父。悟空さん。勝ったよ。それがさ、免許はやる。ま、お、よかった。でもさ、え、おらお金な。よし。な。おい父。いろいろあった。そんな。悟空さんだからそ。そりゃ、じゃあ、おら、頼んだ。あら、ソン君。あのさ、あら、いいわよ。ほら、なんとかな。へえ。本当か。でも、ソン、もしソン君。材料って。そうね。後をついでだ。そっか。いいわよ、これ。帰ったぞ、父。あ、悟空。材料。ほんと。きっと材。よし、お父さん。父が？ピクロ。いいだろう。悟空さん。へえ、よくわからん。ほら、無天老師。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。
ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、ヌーランチ。どうした？天津飯、お生き返った。だったら行けば。せっかくいい。今日も修行。そんで今、そんな食べんだろ。頼むからさ。うーん、あ、へへ、うーん。よし、なに、お、バカ、こんなに早く。とにかく、しょうが。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お前が尋ね、おめえに、あい、それでさ、そうか、そろそろ、そうだな、ちょうど修行を終えたところだ。
手合わせに付き合ってくれ。そんなむしろありがてえくれだぞ。行くぞ。まだまだ約束通り今の手をもうしばらく悪いな。それでそうランチだよ。そう、本来なら約束はここで待つと。オッケ
か、うん、っていうわけで、そう、ありがとうよ。気合い入れ、食いもんなら言う。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何かよ。うん、おお、そう言うと思ったよ。来たまえ。トレーニングルームのよろしくお願いいたします。ああ、それでは。面白い。もっと拡張の余地はありそうなんだが、もし…わかった。トレーニングは…余計な…ま、無理…当たり前…これなら…似ていろ、カカロット。遅くなっちまった、ピッコロたち。みんな修行して腕上げてっから。修行して腕上げてっから。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの杖試してみてえな。遅かったな。わあ、でもすまねえな。悪いな。そっか、よかったな。もっと修行しないとね。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間は。トランご飯ちゃん、本当にすまね、父。いや、
孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵見てもいねえのに。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力なくなんねえようにしろよ。はい。南の都の南西九州地点、あれだ。未来から来たトランクスが告げていた約束の、ブルマが赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを、そして悟空たちが警戒する中、とな何街中で爆発だ。人造人間の仕業の…ダメだ。どういうことだ、人造人…どこだ、気を感じないの。よし、ご飯は。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。気を感じられねえっちゅうのは思ったより厄介だな。クリリン、ダメだ、悟空。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。他のみんな見つけられたんか。どいつだ、どこにいる。そうか、オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。どうだピッコロ、見つけてくれよ。大きな気、先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。分かった。貴様らが不思議、それにさあな。そう、待て、おめらもいいな。誰もいない、好きな、お前たち行くぞ。死に場所を選べ、孫悟空。好きな死に場所を選べ。
でオーラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくない。いい加減にしろ、この場所に。なぜ。いいだ、孫天海貴様、いかに。オラへの。そうだ、ドクター。まるで貴様。バカ、私ドクター。なるほど。そんな、一番かん。何、致命的だ。ほう、だが我々が慌てる。19。あ、そう。じゃあ、早速、その強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気功派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり、残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない、俺たちサイヤ人はな。知りたいもんだ、人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ、さあ、ほっ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 、やはりそんな程度だろうな。でも無駄だ。そったれ。何をしても無駄だ。覚悟しやがれ。
覚悟しやがれ。感じるのか、人形野郎ども。くらえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！随分とえん貴様が、逃がさんぞ。俺も行くぞ。俺も行くも。分かった、やつは言わ。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、ゴハンたちから念のために。気を感じることができるのは厄介だな。ほん、雑魚がいるようだな。ほう、手強そうな奴がいるな。ベジータ、あの野郎思ったより素早い。ほん、まだこの岩場から出た形跡はない。どこかに身を潜めているはずだ。ご飯。ごめんなさい。そうか。ザコがいるようだな。
どうだ、天心。いや、俺の目でもまだ探し出せん。ほう、手ごわそうな奴がいるな。すぐに片付けて。いたか、クリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。くそ、もう逃げてしまった。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。助かったぞ、ご飯。クリリンさん、ピッコロさんに先祖。俺にやらせろ。貴様程度ならどうにでもなる。エネルギーをいただくぞ。ほっ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 。エネルギーはもらったぞ。
座れ。座れ。これがピッコロのパワーだと。座れ。座れ。一人で私と戦おうとしたことを後悔するがいい。鬼でも。はずなのに俺たちが戦いで一気にエネルギーを増幅させる。
様がさっき奪ったエネルギーは知れたものだ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？うにゃー！ ありがとう、君。トランクス？トランクス？トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。チッ、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。クソ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学多分。そんな。奴が教えろ。はい、18号はブルマ。確か。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど。真っ先に。いけません。もしそれがカカロット、この俺も同じ邪魔はさ。確かにスーパーサイ。俺も行きます。お、もうだ。あいつの名は。あいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。どうやら人造にお前たちも、うん、そうだな。はい、ブルマさん。いいけど。ご飯よし、行くぞ。急げ。人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。雑魚がいるようだな。面白くなってきたぜ。ちっ
は倒せんぞ。ザコがいるようだな。17号と18号が動き出したとしたらベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよ。祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクター・ゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。この近くだ。なんだ。よく言うぜ、勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえよう、ナンバーは16号。16号か。16号なんて。あ、トランクス。はい。で、何？少なくとも。そういえば、あいつなら。さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲルの、まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと。そうだ。よし。なら。あいつらどこへ。まさか。だってそんなことはどうでもいい。このベジータ様を無視しやがって。カカロットを殺すだと。ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。
ザコどもが、ハイウェイか。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だがこの俺がキサイヤ人という半端なやつほど人形のくせにガタガタ抜かしやがドイツからだ。ガキか。そうだ16号、あんたの断る。俺の相手はつまんないわね。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか。これからベジなんだと。とはいえってわけだからさ、こ言っておく。思っても見なかったよ、あんたがここまで戦う。でも
心配するな。ドイツもまさて行くとしようか。ねえ、心配ない。ふん、そうか。別にどうでさっきのでよ。ま、いい、ま、待て。なんだお前たちの。とりあえずこいつはただ そんな無駄だ。だそうだ。そんなことより、じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは。よせ、奴はスーパーサイヤ人。それがフリーザサイヤ。とにかくあれこれかさあな。あっちの方が。そうか。なんだ。あっちの方が。あっち。神様に。神様。俺は神様とピッ。つまり。では。ああ、それだけ。おと。もう隠す。お前がブルマ知らないのは。え、別に謝る。俺は一旦ちゃう。わかった。孫に伝え。無理するな、か。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間は。あ。